樹の初恋。やっぱそんなの聞きたくねえ。蓮は僕の初恋の人。僕の初恋の人と同じでさ、幼なじみだったりする？おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか？同窓会？成人式に合わせてぜひお誘い合わせの上ご出席をお願いしますが。いつきも来る？幼稚園から高校まで一緒のいつきと俺は、いつきの東京への大学進学をきっかけに初めて離れ離れになった。あれ以来か。今頃何やってんだろう。結局言えなかったんだよな。ずっとバイトだなんだって帰省できてなかったし、成人式ぐらい行くことにしよう。出席と。同窓会当日。おお、結構集まってるな。いつきいるかな。はあ、連絡ぐらいしとけばよかったか。俺といつきは地元を離れてから時々連絡は取っていたものの、お互い忙しくなんとなく会っていなかった。いつきくんは相変わらずかっこいいよね。いつき？いや、そんなことないよ。垢抜けてなんかすげえかっこよくなった。あんなにモテるのに誰とも付き合ってなかったよな。あれは3年前のこと。あの日放課後、俺はいつきが女の子に告白されているのを偶然見てしまった。お、ありがとう。でもごめん、好きな人がいるんだ。今はどうなんだ？あ、おお。ねえねえ、いつきくん、何かぶっちゃけ話しようよ。いいね。例えば初恋の人とか。私は小学校1年生の時の6年生。あ、わかる。名前もわからないけどすっごく大人に見えたよね。いつきくんは？え、僕？いつきの初恋。そういえばいつきの好きな人って誰だ？でもごめん、好きな人がいるんだ。気になるけど聞くのは怖い気がする。ああ、どうした？レン。トイレ。ああ。はあ、どうしたもんかな。いつきの初恋。やっぱそんなの聞きたくねえ。わかんない、ヒント。そうだな、素直じゃなくて意外と可愛いところがあって。それって誰でも当てはまりそうじゃん。他には？他には髪が綺麗で笑うと可愛い。それからお人よしで意外といい体で。エッチ。くそ、まだこの話してたのか。ヒントばっかじゃねえかよ。はあ、なんでもったいぶってんだよ、いつきのやつ。わかんない、もっとヒント。じゃあ大ヒント。僕の幼なじみな。いつきくんの幼なじみってレンくんだけだよね。もしかしてそういうこと？正解はレンでした。もういつきくん、ごまかすのがうまいんだから。本当だよ、レンは僕の初恋の人。お前何って。そうだよね、レン。レンは素直じゃないな。ま、そういうところも大好きだけど。お前酔ってるだろ。酔ってない酔ってない、全然酔ってないよ。それじゃあまた明後日卒業式でね。成人式だろ。そっか、僕らもう卒業したんだっけ。飲みすぎだぞ。飲みすぎても大丈夫。レンガ送ってくれるからね。まったく仕方なく送ってやってるんだぞ。楽しくてさ、久しぶりに会えて。レンは？俺も楽しかったよ。そっか、よかった。レン、僕の誘いとかあんまり乗ってくれなかったから、卒業したらそれっきりなのかと思ってた。はあ？そんなわけないだろう。貧乏学生は暇なしなんだよ。なんだ、そうだったんだ。いつき、どうした？気分悪いのか？違うよ、その逆。あ、どういうことだ？ねえ、レンの初恋の人ってどういう人？さあな。僕の初恋の人と同じでさ、幼なじみだったりする？そうだよ。悪いかよ。うん、全然。お前、普通に歩けたのかよ。酔っ払ってたんじゃ。まさか。顔はすぐ赤くなるけど、全然酔ってないよ。じゃあ、なんで？レンに甘えたかったって言ったら？ん？ずるいぞ。ずるいって、何が？そういう顔がだよ。でも、好きでしょ？ああ、悪いかよ。うん。ところでさ、もう少し飲みたいんだけど、今から僕の家に来ない？おう。それと、寒いから、手、つないで帰ろうよ。仕方ねえな。うわ、冷た。だから、レンに温めてほしいなって。はあ、はいはい。